中学で殴ったのは一回だけかな。なんだっけな。なんだっけ、なんで喧嘩になったのかわかんないんだけど、ヤンキーの、割と小学校の時仲良かったんだけど、中学でヤンキーになった子がいて、で、喧嘩になって、で、一方的に殴られてたんだけど、他の人が止めに入るときに止められる瞬間に最後だけ僕殴ったんだよね。要は最後だけ殴ったら、やり返されないし、多分ムカつくだろうと思って、最後だけ殴ったっていうのが多分ね、僕が中学で人を殴った一個だけです。なんかすごい怒ってたよ。でもほら、基本的にさ、僕がやられた側ってみんな見てるから、その後僕は被害者としてかわいそうモードなんですよ。でも、最後僕殴ってるからスッキリしてるし、相手はめちゃくちゃストレス溜まってるから、相手としてはすごいこう嫌だったと思うんだよね。で、僕は被害者でかわいそうでありながら、スッキリしてるっていう、美味しいポジションを取れたっていう、そんなことがありました。